では初めの話題です。地元産のアルストロメリアを使ったフラワーアレンジメント体験が今日米沢市立久保田小学校で行われました。 JA 山形沖多摩米沢地区夏季振興会では市内の小学生に地元で生産されている花について知ってもらおうと毎年慶応桜やアルストロメリアを使った花育事業を行っています。今年度は6つの小学校で実施され、上郷小学校と久保田小学校ではアルストロメリアのアレンジメント体験が行われました。このうち久保田小では6年生59人がフラワーコーディネーターの大島美恵子さんなどの指導のもとアレンジメントに挑戦しました。今回用意されたのは白や黄色、ピンクなど市内の生産者3人が育てた5種類のアルストロメリアです。児童たちは大島さんからどこから見てもきれいに見えるようにドーム状に生けることや自分流に楽しみながらアレンジすることなどアドバイスを受けながらそれぞれ花を生けていきました。また今回アレンジした花は10日金曜日の授業参観で保護者にプレゼントするということで、6年間の感謝の気持ちも込めながら思い思いのアレンジメントを完成させていました。気をつけた点は花を折れないように頑張ったところです。工夫したところは花をどれだけ見せるように意識したところです。この12年間お母さんやお父さんは毎日頑張って私のためにいろんなことをしてくれて、それの感謝を、これだけじゃ伝えきれないんですけど伝えようと思って作りました。米沢市畜産共進会の褒章授与式がおとといホテルモントビュー米沢で行われ、畜産の発展に寄与した生産者に賞状と記念品が贈られました。米沢市畜産共進会では家畜の生産能力の向上を図り畜産の発展につなげようと毎年生産者を対象にした褒章授与式を行っています。式では初めに共進会の会長を務める中川市長が生産者と購買者、市が一体となって努力し米沢牛の名声をさらに高めていきたいと挨拶しました。褒章の審査は出荷者ごとに平均販売価格を競う肉用牛繁殖の部や枝肉市場における取引価格などを競う肉用牛肥育の部、それに乳用牛の部など4つの部門で行われました。このうち肉用牛繁殖の部では北西部地区の鈴木博さん、肉用牛肥育の部では北西部地区の鈴木秀幸さん、乳用牛の部では上郷地区の浜田敦さんが最高賞のチャンピオン賞に輝き、それぞれ中川市長から表彰状が贈られました。また優秀賞金賞には16の個人団体が選ばれたほか、生産者を地区別に分け入賞者の数や順位を得点化して争う地区別対抗では上郷地区が3年連続の優勝を果たし優勝旗が贈られました。高畑町議会3月定例会は今日2日目の一般質問が行われ、一馬春夫、菊池秀夫、島津正幸、山木由美の4人の議員が質問しました。小中学校の子どものうち3人目以降の給食費の無料化を進めることを新年度の施政方針に示している高梨町長は、新年度当初予算に3割分のおよそ4000万円を計上できなかった理由について、予算に余裕がないため光熱費の値上がりや社会情勢の悪化も影響していると説明しました。また小学校の今後の在り方について、あらゆる世代いろんな立場の町民の意見を聞くため町民懇談会を開催したが、小学校に関する意見が少なかったこともあり、
具体的な検討は進んでいないと答えました。その上で、児童数の推移や校舎の維持管理費用などの情報を提供しながら、子どもたちにとってより良い方向性を検討したいと述べました。なお、令和5年度は公共施設等総合管理計画と個別施設計画の見直しを行うことにしています。続いてはミニ企画、レインボー米沢商工会議所ウォッチ。今回は米沢一品研究会の取り組みについてお伝えします。レインボー米沢商工会議所ウォッチ。米沢商工会議所より米沢市内のイベントや事業に関わる情報をお届けいたします。今月の会議所ウォッチはこちら、米沢一品研究会の取り組みについてお知らせいたします。1年かけて磨き上げた第9弾米沢一品が揃いました。米沢一品研究会の取り組みは、自慢の商品やサービスを明確に打ち出すことで各店舗の魅力アップと米沢市内の商業の活性化につなげようと、米沢商工会議所、米沢市、米沢市商店街連盟が実施する商業活性化事業として平成25年にスタートしました。研究会では1年をかけて一点一品運動に取り組み、お店を象徴する一押しやおすすめを一品として打ち出しています。普段からホームページや SNS での発信で活動を紹介しているほか、秋には米沢一品店のイベントも開催しました。お気軽にご来店いただけるきっかけ作りを行っています。今年は住宅用品からご飯のお供まで16店舗のこだわりの一品の販売を開始しました。今回は玉こんにゃく製造元井野食品の井野正幸さんに1年間の活動についてお話をお伺いいたします。井野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一品研究会では1年間どのような活動をされてきましたか？はい、毎月1回以上研修会や外部講師をお招きいたしまして、セミナーを行い、参加店同士さまざまな意見交換や、提案などを行っております。一品研究会の活動を通して得られたことはございますか？はい、そうですね、1年間勉強や研究を重ねて、世に送り出した一品が、実際にお客様の手に取っていただきますと、お客様からさまざまなご意見、ご要望を頂戴いたします。そういったお客様とのコミュニケーションの場が作れたことが大変大きく良かったなと思っております。井野食品さんの今回の一品を教えてください。はい、今回の一品は、こんにゃくラーメン2食入り、スープ付きでございます。弊社のこんにゃく製造技術を生かしまして、食物繊維たっぷりで、かつ低カロリーなこんにゃく麺ができないかなと、試行錯誤した商品でございます。また付属のラーメンスープですが、地元の米沢の製麺所さんからいただいた本格的なスープでございます。見た目も味も米沢ラーメンに近いものと自負しておりますので、さまざまなお客様にご利用いただければありがたく存じます。また、弊社では、米沢市さん、それから商工会議所様のご協力を得まして、自動販売機を導入いたしました。24時間365日、お気軽にお買い求めできることができますので、どうぞ皆様がご利用していただければありがたく存じます。第9弾米沢一品の発表を記念して、米沢一品アンケートを実施しています。お目当ての一品をお買い上げいただき、アンケートにお答えいただくと、米沢牛などの豪華商品が抽選で当たります。また参加店の情報など詳しくは米沢一品研究会ホームページや3月1日号の広報米沢に折り込みのチラシをご覧ください。第9弾の米沢一品もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
続いて米沢商工会議所からのお知らせです。米沢の春の風物詩、米沢上杉祭りに参加ご協力いただく方を募集いたします。4月29日の開幕祭を皮切りに開催される米沢上杉祭りのうち、5月3日の上杉軍団行列、川中島合戦の参加者を次の通り募集いたします。はじめに上杉謙信公役オーディションについてです。上杉軍団行列出発式で出陣の掛け声をかけていただくほか、大将鎧を身につけ騎乗し、川中島合戦会場まで軍団を先導する上杉謙信公役のオーディションを4月上旬に実施いたします。続いて甲冑を身につけて軍団行列と合戦に参加いただく甲冑武者、副将、増兵を募集いたします。定員は50名、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。どちらも応募期間は3月22日までです。なお、4月29日の開幕祭や5月2日の舞蹄式への参加者も合わせて募集中です。応募条件や注意事項がございますので、事前にご確認いただき、詳しくは米沢四季の祭り委員会までお問い合わせください。その他、皆様に役立つ情報は米沢商工会議所法レインボー3月号やホームページをご覧ください。私たちは会員事業所に寄り添い、地域を元気にするさまざまな事業を展開する経済団体です。毎月1回商工会議所のイベントや事業の見どころを皆さんにお届けします。ぜひご覧ください。観光 PR のための上手な写真の撮り方を学ぶ研修会が昨日川西町役場で開かれました。この研修会は観光パンフレットなどに掲載する風景や商品などの写真の撮影スキルを高めてもらい、川西町の観光資源を効果的に PR してもらおうと川西町役場が開いたものです。会場には町内の観光関係者や地元の名産品を製造販売する会社の広報担当者などおよそ30人が集まりました。講師は山形市で情報誌などを制作しているアサヒマーケティングのカメラマン菊池元樹さんが務め、タウン情報誌の現場から学ぶ写真術と題して講演しました。菊池さんは撮影の心構えとして、被写体に興味を持つこと、余計なものは写し込まないことなどを実際の写真を見せながら説明しました。また構図の基本として、被写体を中心に置く日の丸構図や、被写体を左右に寄せて写真に広さや奥行きを出す三分割構図などを紹介しました。そして料理を撮るときは逆光を使ってテカリを出すことで美味しそうに見えるといったプロならではのテクニックも伝授していました。参加者は商品や観光資源をより美しく魅力的に写真に収めようと熱心に聞き入っていました。